大田天神山古墳。大田天神山古墳は、群馬県大田市内池島町にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている、指定名称は、天神山古墳。東日本では、最大、全国では、第28位の規模の古墳で、東日本では、墳球長が200メートルを超す、唯一の古墳として知られる。別称を、 南大山古墳とも、群馬県東部、大田市中心部の標高40メートルほどの大地の東端部に築造された巨大前方公園墳である。首レブには天馬宮の祠らが鎮座し、天神山古墳の古墳名は、道神社に由来する。公園部の裾を、県道二号線、東国文化歴史街道が、前方部外堀部分を東部小泉線が横断するものの、 噴球、内堀の大部分は良好な状態で残されている。噴球は前方五円形で前方部を南西方に向ける。噴球は三段蓄星。噴球長は約二百十メートルを測るが、これは東日本では最大規模になる。噴球表面には不き石が認められる。また、噴球周囲には二重の集合が巡らされているほか、 倍長2基を付設する、うち1基は推定。集合を含む全域は364メートル288メートルにも及ぶ。主体部の埋葬施設はすでに洞窟を受けているが、未調査のため、長持ち形石棺の使用が知られるほかは不詳。この大田天神山古墳は、湿度派には、恥時期から古墳時代中期の5世紀前半から中期頃、 第一四半世紀の築造と推定される。長持ち形石管は、機内養母に特有の石管であり、その使用から悲壮者と大和王権との強いつながりが想定される。また、北東三百メートルには、助体山古墳、ホタテ海形古墳、国の史跡があり、両古墳は、基準弱、方位の点で同一規格下にあることがられる。噛みつけの地域、噛みつけの源。 群馬県域では、天神山古墳登場以前までは、東毛の主張、別所茶臼山古墳と西毛の主張、浅間山古墳、白石東下山古墳とが、個々に存在したが、東毛の主張が新透し、大和王県の後ろ盾の元上噛みけの地域全体に、及ぶ支配を確立して築造した古墳と位置付けられる。本古墳は、1938年、昭和13年の、 高下古墳総乱では、9号村69号墳として搭載される。古墳域は1941年、昭和16年1月27日に、天神山古墳として、国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、墳丘主要部位の計測値の公約数は2.4メートルである、ことから、中国の秦で、A 康氏2年。 302年に定められた、新尺、骨尺とも、一尺イコール24センチメートルを使用して、25尺、6メートルを基準尺としたと推測される。噛み付けの地域では、この新尺の使用が多く、天神山古墳以前の築造の浅間山古墳、大鶴館古墳、別所茶臼山古墳、長静塚古墳においても使用が推定さる。しかし設計企画においては、 浅間山古墳が、先良山古墳、奈良県奈良市の五分の四掃除形であるのに対し、天神山古墳は、本田五平山古墳、大阪府羽引野市の二分の一掃除形であり、先王県でなく、河内王県と結んだ意味で天神山古墳以前の古墳とは一線を隠している。墳休の内公園部墳町には、洞窟に伴う陥没があるほか、前方部には、 戦時の空襲等による変形が認められる。噴球表面には、渡瀬川水系の河原石を用いた直径20センチメートル程度の吹き石が吹かている。また、東西のくびれ部には作り出の存在可能性が指摘され、東側くびれ部からは水取り形派には、頭部のみが検出されている。噴球は三重、木段、中段、噴調の円筒派庭で囲まれ、 さらに、中包み、外包みにも、円筒派に割れ図が確認されている。加えて、内堀東側には中島があった可能性が指摘される。北東には隣接してホタテ海形古墳の女体山古墳が築造されているが、天神山古墳と女体山古墳とは、主軸方向が一致し、その間隔、スケールにも二十五神尺が使用されていることから、 両古墳はほぼ同時の設計になると見られている。主体部の埋葬施設は、未調査のため明らかとなっていないが、公園部墳町の平坦面において、縦穴式の主体部が想定されている。しかしすでに洞窟を受けているため、現在の墳町部は洞窟港により陥没し、周辺には洞窟由来と見られる、小砂歴が散在する状態である。また公園部南側の裾には、 石棺部材と見られる石材の一部が転落した状態で残存する。この石材は群馬産の緑色業界質砂岩で入頭状突起を有する特徴から組合式長持ち形石棺の部材の一部と見られている。天神山古墳の石棺に関する記録としては江戸時代の原文3年1738年に 幕府に提出された神殿金山石棺を広き木垣が知られる。同文書によると、当時にはすでに古墳は洞窟を受けており、掘り出されていた一枚石が墓石として使用されていた。絵図には、長さ九尺余り、約二点七メートル、突起のく、幅五尺余り、約一点五メートル、厚さ一尺余り、約零点三メートルの石材が描かれているが、 両端にある縄掛け突起や表面に掘られた溝などから長持ち形石棺の底石材であったとされる。この石材は蒸気の原存石材とは寸法が異なるため別の部材とみられるが原尊石材以外の部材は行方不明のため詳細は明らかでない。本古墳で使用された組合式の長持ち形石棺は機内の大応募や地方最有力市町村にしか使用例のない 珍しいものになる。東日本における長持ち形石管の使用例には、他に、お富士山古墳、伊勢崎市安堀町湿土管のみが知られるが、天神山古墳湿土管はそのお富士山古墳、湿土管を上回る規模になる。しかし、両管とも同一の製作技法であり、いずれも当地に派遣された機内工人の手になると考えられることから、その背景として、製作当時において、 噛みつけのの主張と気内王権とが、同盟関係にあった子が推測される。大田天神三古墳からの出土品には、家型石製模造品があったと伝わる。また、前述の水取り形派には、円筒派にはの他家型派には、機材系派には等の埴には類や、弾き数種が検出されている。現在、それらの一部は、大田市立新田総歴史資料館。 大田市与良殿場などで展示されている。天神山古墳の東北方には、倍長と見られる円墳が残存する、A 倍長。規模は、直径、約29メートルで、高さは3メートル弱。天神山古墳の主軸延長線上におおむね位置し、出土した、円筒埴輪はも、天神山古墳出土品と同種になる。この倍長の築造の背景として、 大阪府羽び野市の墓山古墳と倍長の高墓山古墳の形態が指摘される。この A 倍長は、高下古墳相乱では、9号村67号墳として搭載されている。また、前方部南西隅の外堤上では、古墳跡が認められており、こちらも天神山古墳の倍長と想定されている B 倍長。高下古墳相乱ではこの古墳の搭載はない。 天神山古墳は、その突出した規模や、長持ち形石管の存在から、噛みつけの地域全体を支配した広域主張の墓と見られている。その被装者像の候補として、山王権にも対抗し得る、毛の政権の主張、山王権から派遣された将軍、山王権を構成した同盟者などの可能性が、挙げられているが、未だ明らかでない。また、 噛みつけの全域を支配域とする巨大古墳が築かれたのは天神山、古一代限りであり、その後は前橋、高崎、藤岡地区に分かれ、各地域で同規模の豪族が拡挙した大室古墳群、小戸田古墳群、白石古墳群など。日本初期では噛みつけの地域の種族伝承として、大朝鮮外交で活躍した噛みつの詩の記述があり、 その上みつけの氏一族と天神山古墳等を関係づける説もある。上みつけの氏は山東県の一員として外政にたびたび参加したが、その軍編成には上みつの全域に及ぶ支配権が必要であり、その支配権を象徴する天神山古墳の築像もその頃と推測されている。また、特に一族の新たわけについて新たの読みから、 日田軍と関連づける説があり、日田軍の代表古墳たる、天神山古墳の被葬者に、この新改別を想定する説もある。なお、北東にある女体山古墳被葬者と、天神山古墳被葬者との関係は明らかでないが、前方後円墳とホタテ貝形古墳からなる、類似形態として、サイト原古墳群、宮崎県サイト市の女狭坊塚、前方後円墳、180メートル、 男狭坊塚、ホタテ貝形古墳、175メートルの例が指摘される。所在地、交通アクセス、関連施設、周辺、駐車区出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。